今聞いているこの砲撃の援護のもとに、手に銃剣をしっかりと握りしめ、完全敵陣の前、560メートルのところまで肉薄し、じっと突撃の地を狙っている、我が親友なる歩兵部隊があることを忘れることはできません。部隊に密接に協力、その進撃を容易ならしめた者に我が精鋭密なる航空部隊の活躍がありました。一機また一機、数百機の我が爆撃機の編隊はようやく基地を出発、最初トレキドール島へ、バターン半島へと敵軍分隊に向かう。滑走上昇するその光景は、まさに我が航空部隊の異様を遺憾なく発揮するものであった。録音隊の指揮、我々がある丘の上にマイクロフォンを据えたとき、折しも味方の爆撃機数機が地上進撃部隊に協力するため敵陣上空に姿を現した。バターンは今雨の降らない時で、澄み切った青空に浮かぶ我が軽爆は灼熱の太陽に銀翼を輝かせながら悠々と敵陣の上空を旋回、ジャングルに潜む敵軍を発見しては急降下をもって強烈な爆撃を加えている。聞こえている爆音は我が軽爆撃。険しく鳴り響く放射機関銃と放射砲はいずれも敵軍が我が軽爆を狙っているものであります。時折我が爆撃が少し鈍く、しかし力強く聞こえています。
大元帥陛下には5月7日陸海軍幕僚長を目させられ、南方方面陸軍最高指揮官並びに連合艦隊司令長官に対し、東亜におけるアメリカの根拠を含めてしたる意向につき深くご箇所をあらせられる旨の勅語を賜う。コレヒドールによってついに発揮を掲げた敵将ウェーンライトは5月7日マニラ放送局より敗残アメリカフィリピン軍に対し直ちに武器を捨てて日本軍に投降するよう放送した。Message for General William F. Sharp, commanding Mindanao and Visayan forces. Repeat.昨年侵略に敗れたフィリピンはよみがえった。神聖フィリピンにみなぎるその名簿の伝説を聞け。マニラの朝はカルマタの音に明ける。カルマタとはマニラ唯一の乗り物である。それは可愛い馬に引かせる馬車のことである。このマニラには実にこれらの乗り物の数が多い。日本の人力車の比ではない。このカルマタの頻繁な動きこそマニラのよみがえる姿であり、このカルマタの高い響きこそ神聖マニラ誕生の声である。マニラは名実ともに皇軍の入城によってあけぼのを迎えた。それはまた大東亜民族をアメリカ人の圧迫から解放した輝かしい暁の姿でもある。よみがえるマニラと、こんな言葉が胸に浮かぶ。
南十字星はすでに姿を消した。赤金色に輝いた東の空は次第に燃えてくる。その空を背景にセバスティアン寺院の尖った屋根、サンタクルス教会の高い屋根が墨絵のように美しい。その先には極東大学の広い建物が夢のように眠っている。午前6時半です。マニラの人々は早起きの習慣を持っています。店を開く人、勤めに出る人、用足しに行く人、新聞を売る子供の声、男、女、老人、子供、人の数は次第に増す。フィリピン人、ドイツ人、スペイン人、そうしてどの顔も幸運を迎えて平和な面持ちであり、喜びがあふれています。捧げる人々は民族解放への感謝とアメリカ軍に操られて無益の反抗を続けるその父や兄の無事と安定を祈るのみである。